次に行く団地は八千代市高津という場所にある高津団地に行きたいと思います。この高津団地なんですけれども、何か特別なものがあるとかそういうことではないんですね。ただね、俺がねめちゃめちゃ見てみたいと思った建物があります。 Google マップで見ただけなんですけど、おおって思いました。これちょっとすごくねえかなっていう。まあ何を俺が見てみたいのかっていうと、商店街です。廃れている商店街、それをね俺今回見てみたいと思ったんですよ。この辺りはもう高津という場所に入ってきてますね。電柱を見ると高津って書いてありますからね。おっと、正面に出てきました。はい、こちらですね。こちらが高津団地になります。さあ、まあまあ一般的な団地ですよね。何か特別な超高い団地があるとかそういうことではないんですよ。お、見えてきました、俺が見たいとこ。はい、ここですね、高津団地ショッピングセンター。ここをね俺は見たいと思ったんですよね。どうやって入るんだろうね。ここか、ここで入るそうですね。そして、あ、ショッピングセンターの駐車場がありますね。はい、このショッピングセンターちょっと変わってるんですよ。変わった形をしているんですね。それをねちょっと見ていただきたいと思います。よし、じゃあバイクをここに止めていきたいと思います。はい、こうやってね見ると、こうやって見ると普通に団地ですね。で、こっちですね、こちらが高津団地ショッピングセンターということになっております。で、この建物はこの内側に入るとまたちょっとね面白いんですよね。このようになっています。わかりますかね。この1階が店なんですね。まあ店が、店というか店はほとんどないですけれども、2階より上が居住スペースになっているわけです、なんですけど、こっち側からだったら分かりやすいかな。こういうこの内側が3面に分かれてるんですよ。1階はシャッター商店街となってしまっています。はあ、ちょっと残念ですね。向こう側も団地が広がっています、ね、ずらーっと団地ですね。その団地のど真ん中にこの商店街があるということになるわけですね。はい、ね、この、あ、正確に言うとこれ4面なんだ。 1,2,3,4 面ですね。4面に分かれていると。で、真ん中に浮島のようにお店が並ぶところがあったり、コープがあったりしますね。もちろんここには郵便局があります。こう見てみると、こうやってお店の名前が載っているので、まあ、昔はねこれだけお店が入っていたということになるわけですね。さあ、じゃあちょっと見てみようか。コープ未来っていうのは
ここはデイサービスを行う施設っていうことか。こうやってみるとやっぱり年季がすごいね。お店も閉じてるんだね。魚屋さんも閉じてるのかな。さっきの地図で見たように、この1階は4面になってるけど、上の居住スペースは3面ですね。インターナショナルスクール、っていう感じなんでしょうかね。あ、ここに歯科医院がありますよ。すげえ。このスペースで、すごいね。じゃあこっちには何かやってんのかな。こっちは特に何もないんだ。何かがあったんでしょうね。じゃあ行こうかな。じゃあちょっと外側からを見てみましょうか。まあこのような感じになっております。ということですね。よし戻ろう、ね、ここは上に行く階段ですけれども、この上はちょっとしたロータリーのような感じになってるみたいです、ね、ちょっと太めの手すりがついて、でその手すりがぐるっと、ね、建物を囲んでいるような、そういう感じですね。で、その先がこっちの俺のバイクのところにある階段につながっているということになるわけですね。はい、戻ってきました。高津ショッピングセンター、なかなかですね。このね、下の感じもいいし、この階段の感じもいいですね。よし、じゃあ行きましょう。ねえ、ああいう感じでさ、ちょっと独特な形をした商店街ってまずないですよね。見たことないんですよね。商店街って言ったら両サイドに店がずらっと並んでいるか、片っぽに並んでいるかっていうのが商店街だと思っていたわけなんですけど、ああいうね、ちょっと独特な形のショッピングセンターっていうのがね、やっぱ面白いなと思うし、雰囲気としてアジアというか大陸というか、そっちの方のね、雰囲気っていうのもね、感じたんですよね。実際行ってみないとね、体験できないことだし、いやー、あれは本当に行ってみてよかったです。日本人だからなのかわかんないけどね、この廃れていく物悲しさっていうもの、わびさびでいうところのサビだと思いますけれどもね、形のあるものは全てこうなくなっていく、ね、錆びれていくっていうこと
じゃないですか知らんけど、そういう中にやっぱりね、美しさがあるというか、最後の輝きっていうものがあるんだと思うんですよね。まあわびさび、わびさびで、ね、思い出しましたけど、あのうちの弟がね、盆栽師なんですよ。やっぱその盆栽ってわびさびの世界だと思うんですよね。この廃墟とか団地とかね、そういう錆びれたものっていうところに通じる部分があるんじゃねえかなと思うんですが、そのうちのね、盆栽師の弟がですね、最近 YouTube を始めまして、このちょっと団地の流れで今宣伝をさせていただいてますけれども、なかなかね、盆栽のそういうわびさびっていうのかな、そういうのもね、面白いなぁと最近思ってるんですよね。この団地とか巡っていると、わびさびみたいなところをね、感じるようになってくるわけですよ。こういうね、盆栽なんかもね、そのわびさびっていうところに通じるものがあって、面白いなって最近思ったんですよね。だからね、興味をそそられているという感じでございますね。あの下にリンク貼っておきますので、うちの弟、盆栽職人見習い都市のチャンネルをあの見ていただいて、ぜひともチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。まあちょっと紹介をさせていただきました。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。まとまったかどうかわからないですけれども、もし今回の動画まとまってたよ、よかったよという方は、チャンネル登録高評価お願いいたします。まとまってないよっていう方は、チャンネル登録高評価お願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。